風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才の目次第。映画バクトの看板書って、歩いて見せます、キレマの天地。そう、奴の名は、ザ・シネマハスラー。はい、時刻は10時1分を回りました。東京赤坂の TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております。ライムスターたまるのウィークのシャッフル。改めまして、こんばんは。パーソナリティの歌丸です。こっから夜11時までの1時間。TBS ラジオをキーステーションに、地方ネット局会の アイアムレジェンドこと MRO 北陸放送をネットしつつお送りいたします。ここからの時間は毎週サイコロ振って見に行く映画を決め、日本一可哀想な監督の映画を評論しなければならない日本一可哀想な映画コーナーこと無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週サイコロで当てた映画はこちら。国立坂から。なんかこの感じの曲で、でなんかさ、人がこう手を振って、で、 で、なんか坂がこうぐーっとこうさ、カメラがこうアップする坂が映ってっていうだけでちょっとカリオストロを連想しちゃうんだよね。うん、だからいいって感じちゃう部分がある気もすんだよね。<laughs> どうかなはい、すいません。余計なこと言ってしまいました。<laughs> えー、アニメーション映画監督宮崎駿を父に持つ宮崎五郎監督が、ゲド戦期以来約5年ぶりとなるスタジオジブリの劇場監督作2作目と、えー、昭和中期を舞台に、 16歳の少女と17歳の少年の恋愛模様をノスタルジックに描いてゆく。主人公のメルこと松崎海の恋を演じるのは長澤まさみ。彼女が恋を寄せる先輩、風間俊を V6 の岡田純一が演じている。企画、えー、脚本は宮崎駿ということでございます。 はい。まあもちろんね、もうジブリ作品ですし、あちこちで宣伝もされてますんで、皆さんもこの作品のことご存知でしょうし、見た方も多いでしょう。えー、リスナーの皆さんからも感想、えー、非常にたくさんいただいております。メッセージの量、非常に多いです。皆さん、ありがとうございます。えー、さすがジブリといったところですかね。あと、まあ今回のね、作品のちょっと、評判の部分というかね、もあるんですかね。えー、メッセージの傾向ですが、賛否両論だけど、ゲド戦記より面白いよ、というね。まあ賛否両論みたいです。えー、数あ飾るジブリ映画の中でも好きな作品という人もいれば、 説明不足だし、キャラクターに魅力がないし、感情移入できない、と否定的な意見もある。ただし、どの意見も共通して、宮崎五郎監督の前作、ゲド戦記よりは成長している、ということでは共通していると。えー、また否定的な意見はあれど、打作、失敗作、と一刀両断に切り捨てる人は一人もいなかった。 えー、欠点もありながらそれなりに愛すべき佳作といったところに落ち着いている感じでしょうかね。はい。えー、代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、っとですね。ラジオネームが、古川野郎コーチーム。<laughs> <だ>古川さんじゃないんですね、これね。古川野郎コーチームさん。面白かった。五郎監督作品の中では間違いなく一番。そりゃそうだろう。<laughs> ゲドとこれしかないんだから <laughs>、えー。ジブリ作品のくくりでも上位に入るほど好きな作品でした。だそうです。 歴史を切り捨てないで紡いでいけば、なんかいいことあるよ、というテーマが、えー、カルチェラタン。まあこれカルチェラタンという名称の、まあその主人公たちが通う高校の、まあなんていうんですかね、そういう物質がいっぱい入った古い建物みたいな。通称カルチェラタン。えー、いや、春、えー、の出世を通して語られて行き、えー、このね、歴史を切り捨てないで紡いでいけば、というテーマが。最終的には、えー、主人公の海が旗を上げる理由に集約される構成は素晴らしかったです。えー、旗を上げる行為。 父親への執着を切り捨てるのではなく、えー、恋人の無事を祈るという新たな意味を重ね合わせるラストシーンは結構ジーンときました、えー、カルチェラタンを背景としたシーンは画面的にも見ていてワクワクしてきますしキャラクターたちが生き生きしていた印象です全体的に楽しく見させてもらったのですが一応批判ポイントを挙げるとすれば、えー、シ の出生をめぐるエピソードがちょっっとと慌たただしかったかなという点です、えー、歴史を重ねていく」という作品テーマにおいて「春、えー、のルーツを語る」というのは重要な要素だと思うんですがちょっと詰め込みすぎなのかなんなのかでもまああまり気になりませんでしたとにかく良い作品だったと思います、うん、次回は親父が持つ、えー 女児に対する異常なフェティシズムね。そういうこと言わないの <laughs> えー、五郎監督の異常なフェティシズムを全開にした作品が見たくなりました。個性をね、個性を出した作品ってことですかね。うん、こそういうソフトな言い方いくらでもできるだろうっていうね。<laughs> はい。えーっとね、えー、この方は、ニパヤマさん。国立小坂見てまいりました。率直な感想は、FUTU 普通。 超普通。久々に出ました、玄影師アイゼンハイム枠型映画。<laughs> え、玄瑛士アイゼンハイムもいい迷惑だよね。<laughs> ずっと言われ続けて、えー、上映中も上映後も僕の感想は基本的に無。ただし、宮崎駿のキャラデザは秀逸。高、えー、部さんの音楽がいい。 えー、僕は長ま正み好きというプラス査定があったからようやく中間点まで来たのであって物語の退屈さ演出の凡庸さだけ取れば明らかに赤点だったと思いますえー、ひどいな親父さんからセンスとか才能といったものをすべて剥ぎ取るとちょうど五郎になる <laughs> という算段でよろしいかと存じます僕がジブリ映画に求める要素が全然なくてそれを監督は脱ジブリ,ジブリとか脱早尾と称するのかもしれないけどだったら企画百光に早尾を使いキャラデザを流用するのは筋違いだと思いますせめて五郎なりの KUFU 工夫 が欲しかったらですね、うん、とでもそれやるとゲドになっちゃうからとかねいろいろあると思うんですけどね <laughs> えーっとねこれ結構国境型かなえーっとくないのハーロックさん48歳男性予想以上にひどかったですまず主人公の基本的な情報が分かりづらいのです家は何をやっているのか両親はどうしているのか日課であげる旗は何を意味しているのかなどなどすでに言うとなぜ国立小坂からなのかも分かりませんストーリー上の秘密というよりは明らかに伝える技術の欠如です そのせいで、いまいちどんな子かわからない女の子がどんな奴かわからない男と恋に落ちていくという非常にな染みづらい物語になっています。所詮は素人映画よ、ノーと僕は試写会を後にしました。その週末、テレビでやったゲド戦記を見てびっくり。こっちは、全く何が何だかわからない。 何がわからないのかもよくわからないありさまで、とてもじゃないけど人様にお見せできるような代物じゃありません。ゲド戦ンに比べれば、国立小坂からははるかに分かりやすくて面白いです。監督としても目を見張る成長を遂げたと言っていいでしょう。最初のトーンと180度、180度変わるっていうね、この辺りも面白いと思います。はい。ということで、あの、他の皆さんのメールも全て目を通させていただいております。ありがとうございました。 えー、ということで、国立小坂から、結構、公開から時間経ってると思うんですけど、僕、バルトナインと六本木で2回見ましたけど、結構まずまず入ってましたね、やっぱりね。はい、でですね、まあ、まず端的な結論から言ってしまい、最も端的に、皆さんの感想とかも集約した感じだと思いますけどね、でも、悪い映画じゃないと思う、もうこの感じじゃないですか、うんうん、こんぐらいの人が多分一番多いんだと思うんですよ、僕も含めて、うん、でも悪い映画じゃないと思う。うん 必ずデモはつくんだけどね。<laughs> <laughs> デモの部分はあるにせよっていうこと。決して悪い、完全に悪い映画じゃないという何かがある。えまあ何しろですね、もうちょっと改めてね、まああの、のゲドもね、見てない方もいらっしゃると思うんで、改めて言いますけど、何しろその宮崎五郎監督作品というと、そのゲドの印象が悪すぎるわけですよ。え前作です。前作してデビュー作ですよね。これデビュー作っていうのが、何が驚くって、長編デビューとか、 劇場用デビューとかじゃなくてアニメ監督デビューっていう <laughs> それまでやったことない人がデビューっていうもうその時点でま常識外れもいいとこなんですけどでまあそのゲド戦記ねもちろんその原作は非常にねあの有名なというかもうずっとそのそれこそ宮崎駿本人があの好きだったというようなねあの作品も非常に影響を与えているというような元のゲド戦記をいよいよアニメ化という時によりによってアニメを作ったことないしかも2世を呼んできちゃったということでまあ ある意味はもう悪評を最初から呼ぶ体制って言ってもね、呼んでもしょうがない体制ですよね。で、さらにそれで、まあまあそれを、そういう風にならざるを得なかったような、例えば政策をめぐるごたごたであるとか、あるいは当然のように、えー、あった原作者からの批判であるとか、何よりも、やっぱ、特に、父宮崎駿、まあ、宮崎駿の説明はもういいですね。はい。あの、日本語が誇る、まあまあ天才、そのアニメーション作家ですよ。えー、父宮崎駿との確執ですよね。 えー、などは、ま、広く、もうすでに知られている通りだと思いますけど、に関しては。で、そういう、こう、なんていうんですか、情報は別にしても,も、もう、みもう、それこそテレビでやってんのをね、見て、誰が見ても、も僕みたいな素人目にも明らかにはっきりできは、まあ、よくないですよ。これはもう、これ珍しいですよね。ここだけはっきり誰が見てもわかる。で、まあ、そういう意味で、まあ、最も悪い意味での偽世デビュー。 っていうことにやっぱなっちゃって。それはどうしたって見えてしまいますよ。その、そういう見方をするのが可哀想だったって。そう見えざるを得ないデビューの仕方してんだもん。まあ、逆に言えば、さっきも言いましたけど、完全な素人。もちろんそのアニメのことはずっと好きだったし、お父さんの仕事も横で見てたし、絵を描くのも好きだったとかいろいろあるみたい。ですけど、アニメ映画一本作ったこと、短編一つ作ったことない素人が、 いきなり劇場用を作らされたんだと考えると、逆に言えば、曲がりなりにも一本作り上げたというのは、まあ、驚異的ではあると思いますよ。すごい。あんたできるかって言われたらでき、普通はできないし、やらせない。<laughs> たださ、そう、そういう基準で褒めるのもなんか本末転倒ですよね。普通はできないから偉いとかってそういう問題 <laughs> ゲド戦記ですよ、しかもよりによってっていうね。はい。 ええー、ということだと思います。あとですね、ま、あその、ゲド戦記の悪評が、さらにことさらにこう定着してしまう、もう一つの要因として、このゲ、ゲド戦記が公開された2006年夏、という、ええー、ある状況がやっぱあると思うんですね。2006年夏何が起こったか。ええー、まあ、ジブリのゲド戦記と、ええー、あれは富士でしたかブレイブストーリーがね、というね、この二大作品が、ええー、この夏の二大アニメ戦争、アニメウォーズだみたいな感じでドーンと宣伝されて、で、 この作品もありますよみたいな。それでこう全然、ね、その、例えば制作規模とか宣伝規模とか比べ物にならない小さい作品なんだけど、ゲド戦記ブレイブストーリーこれもありますよみたいな感じで、まあ、この三つどもの戦いみたいな構図が、まあ、メディア的にちょっと提示されたわけですよ。で、えー、その全然規模は、 全然実は比べ物にならないぐらい小さい作品。もう公開規模なんか全然小さかった。その作品が、え、口コミでじわじわと評判を広げて、えー、今5年経ってみるとどうですかゲド戦記はもうゲノ、ね、ゲノゲノ戦記。<laughs> ゲノゲの評価が定着して。ブレイブストーリー、誰か話に出してますか一方、その小さな作品は、もうクラシックとして、もうテレビでも夏になれば必ず放送されるような作品になっている。しかも日本テレビが みたい。日本テレビ、日本テレビは富士か、あれはん。どこだっけわかんない。まあ、毎年、毎年。あっていうか、日本テレビがそれを作った人を大プッシュするような立場になってると。つまり、それが細田守監督のアニメ版時をかける少女だったってことですね。2006年夏。ね。これね。細田守さんが、かつて、 ハウルの極城。後に宮崎駿さんがまあ映画化しますけど、ハウルの極城のまあ最初の監督だったわけですよね。で、それをまあやむなく降板したというエピソードを考え合わせるならば、この2006年夏がいかに非、えー、象徴的な図式かってのはわかると思うんですよね。つまり、明らかにですよ、最もポスト宮崎駿を担い得る 一番近い才能ですよね NHK この間やってたドキュメンタリー「2人ってドキュメンタリー」で宮崎五郎と、ね、宮崎駿さんの非常に興味深いドキュメンタリーやってましたけどそこのラストで宮崎駿さんこんなこと言ってました国立講座を見た感想としてもっと俺を脅かしてみろよ真に脅かしうる才能での1人である、えー、細田守さんを事情はどうあれジブリは手放しそして誰をプッシュしたかというと誰がどう見たって力量的には。 ま、素人にしてはそれは頑張ってはいると思うけど、みたいな、異常ではない、二世をよりによって押してきたっていうわけだから、この構図ですよね。もう明らかに、あ、日本のアニメ史の転換点ですよね。あ、ここで歴史が逆転したんだって、誰もが思わざるを得ない構図が2006年夏にあったわけですよ。というわけで、 まあ一応あれだけ宣伝もしてますしまあね物がゲド戦記ですからええー、的には面目を一応保ったようですけどまあ作品的評価はやっぱゲド戦記最悪だったということですねやっぱねはいええー、まあさすがの宮崎五郎さんも、はいまあ、結構へこみ出たみたいなんですけどねそこ数年はただねまあそのえっ、ー、とジブリ的にはですねとはいえどうしても後継者を育てなければならないええー、あるいは ま、定期的に、え、作品は後悔していかなければならないというジブリ側の事情というのもやっぱりあるのでしょう。ということで、例えば、え、仮暮らしの、先日の仮暮らしのアリエッティであるとか、え、この国立小坂であるとか、ここのとこの、ま、ひみやが監督してないジブリ作っていうのはそういう意味である意味、ジブリの、ま、長期的な若手育成計画の一環なわけですよ。えー、で、我々はある種そこに付き合わされているというね、 面もあるわけですよだから、ゲドウと比べて国立小坂で宮崎五郎が成長した、あの、練習はしてきてくれるかなみたいな、<laughs> <laughs> ところはまあ正直あるんだけどね。で、えー、ただその割に、その、アリエッティもそうですし、この国立小坂もそうですけど、えー、と企画脚本自体は宮崎駿さん初の,のものだから、そういう意味では、こう、がっちり外枠は宮崎駿印で、方向性はがっちり決まってるわけですよね。 つまり、できるだけ、宮崎駿泉に沿うように、えー、それとは違う才能を育てたいという、ある意味、相反する、えー、作業をしなきゃいけないというようなことをやってて、そこが、ある種、アリエッティしかり、国立小坂しかり、ある種、やっぱ、窮屈さっていうか、なんか歪んだ力関係みたいなものを感じずにはいられない作品。要は、え、こう、だったら自分で作れば、みたいな感じが、どうして、っていうか、正直、 そこまでやるんだったら、早尾さんが作った国立小坂なりアリエッティが見たいですけどねっていう人はやっぱり正直どうですかゴロちゃんがいくら頑張ってたってゴロちゃんの国立小坂と宮崎駿の国立小坂どっちが見たいですか正直に申せっていうことじゃないですかそれはっていう面はやっぱあるんですけどね <laughs> でもねっていうことですよねはいでもさっき言ったそのでも結果としてこの国立小坂は最初に言ったように意外と言うべきか そのゲドと比べれば本当に意外にも、そんなに悪い映画でもないっていうところにはちゃんと着地できているというね、えー、ことはあると思います。少なくとも、あのゲドみたいにですね、誰もがパッと見いきなりダメっていうレベルからすると比べ物にならないくらい、<laughs> いい感じです。いい感じ。えー、なぜいい感じかというとですね、 まあ、これ、あの、いろんな言い方ができると思いますが、まあ、僕なりの、え切り口で言うならば、まずやっぱりその、ゲードの時と違って、まあ、その、さっき言った、企画脚本宮崎駿というその大枠がガッチリあって、で、宮崎五郎さんも、その、なんていうんですかね、そこに無用の反発をして、俺、やるよっていうよりは、その大枠をできるだけ生かすという役割に徹している、うん、ということじゃないですか。で、そしたら結果、お話のスケール感も含めて、どうやら意外とそれが五郎氏の身の丈にも合っている。 うんむしろ勝手にねあのその親父さんと切り離された状態で作っていたゲド戦記よりもむしろ資質を発揮できているじゃないかっていうことになってで結果パッと見パッと見ちゃんとジブリらしいって,っていう作品にもなっているしこれ結構大事なことだと思うんですよあのみんなジブリ作品を見に来てる我々観客にとってはジブリらしいかどうかって結構大きいことだと思うから ゲド戦記のさ、ちょっとした表情とかがさ、え、こんなのジブリじゃないみたいな感じとかってすごく大きいマイナスポイントだと思うから、パッと見ちゃんとジブリらしい作品になっている上に、監督の技量も伸ばすことができているというあたりになっていると。いうことで、さっき言ったようなジブリ若手育成計画的に言えば、もうこの時点で万々歳の結果だと思うんですよね。はっきり言って。えー、あとは、 なんかその、えっ、ー、と、作ってる過程で全体をこう、テンポアップするように心がけたというようなことがあって、そういうところで、荒が見えにくい作りっていうのも、になってるっていうのもあると思う。で、荒が見えにくい作りにしたっていう時点で、立派にスキルアップですよね。もうね、ゲド戦記みたいなね。<laughs> 最初から最後まで荒って、荒が見えないようにするっていうのはスキルのうちです。えー、でですね、えっ、ー、と、まあそんなに有名じゃない少女漫画原作。 で、えー、宮崎駿企画脚本の日、宮崎駿監督作品といえば、まあ、えっ、ー、と、誰もが連想するであろうなのはやっぱ耳を澄ませばというね、はい、えー、まあ素敵な先行作品がございます。えー、まあ、あっちは耳を澄ませば、まあ、宮崎駿さんがコンテンも書いてるから、より、まあ、早温どは ね、あの大きいと言えるかもしれませんけど今回の国技小坂の場合ですね、えー、まずその原作に対して企画・脚本段階でのアレンジ度が半端ないわけですよ原作の漫画ね知らないで多分国技小坂映画見て原作のコミック手に取ると「あのえっ!」て声出ると思うんですよこれ原作と言っていいのかなって俺レベルだと思うんですよね原案じゃないギリ言っていいのは。 まあ、主人公の少年少女の、マスの純愛みたいなのがあって、で、途中から異母兄弟かも、なんていう、それこそ、ちょっとこう、悪い意味で、古い意味で少女漫画チックな設定とか、あと、まあ、その学園内での、まあ、学園紛争みたいなものが描かれてて、みたいなぐらいで、なんか要少のそういうディテールがあるだけで、まあ、時代設定を変えたことで根本的な作品のトーンがもう完全に変わってるから、 あの、ここまでトーンが変わったら、あんまり原作って言わないくないみたいな、ぐらいな感じだと思いますね。はっきり言って完全に、宮崎駿の考える理想の少年少女像を描くための物語に変わっちゃってるわけですね。はい。えー、まあ、例えば、その時代を変えた、その60年代初頭なのかな、60年代初頭、男女共学の、その、私立校で、まあ、さっき言ったその古い建物があって、そこが部室で、まあ、男たちのたまり場で、まあ、言ってみればその、旧制高校的なそういうちょっと、 文系バンカライズムっていうんですかねそういうものがすごい大展開されてるとはっきり言って60年代男女共学の私立校横浜の私立校でああいう文化があるかっていうとかなりどうかなっていうかまあでもあれはまあファンタジーなわけです要するに宮崎駿のこうあってほしいと思う若者像ですよねで実際やっぱりファンタジーとして僕らあれ見てああ楽しそうって思いますあのカルチャーで楽しむも本当に楽しそうだし行きたいなっていうふうにこの世界に入りたいってちゃんと思わせてくれるっていうことですねはいなので まあ本当はだから、正直ね、そこがメインだから、やっぱりその宮崎駿本人が映画化するのが一番な題材だと思うんですよ、正直。なんでこれを映画化するのっていうのが分かってんのは駿だけでしょって気がするんだけど、実際ですね、ぶっちゃけ宮崎五郎氏もここ、この国立工作をやることになって、で、企画を進めている途中までずっと、 いまいちこの企画自体、物語自体に乗れないまま途中で作ってて、これはダメだってなったっていうことらしいんですよ。てか、その状態で作品作り始めるのもどうかと思うしさって <laughs> 思うけど、で、その先ほど言った NHK でやってたその、えー、とメイキング的なドキュメンタリーによればですね、えー、そこでやっぱり要所要所、その宮崎駿から、まあ、微妙にやっぱりその愛、 反発というかね、非常にめんどくさい距離感を持った親子なんだけど、今回はゲドの時みたいに完全決裂じゃなくて、幼少所で宮崎駿から、この絵じゃダメだとか、あるいはその、ブレイクスルーとなる、まあ、何て言うんですかね、イメージみたいなのを伝えたりとか、で、そこから一気に制作が進むみたいな様子が、まあ、その映し出されてるわけですよ、そのドキュメンタリーだと。例えば、えっ、ー、と、序盤、最初の方で、えー、主人公の海ちゃんがですね、学校に向かう、その道、 まあね、その辺、まあ、りかなり会長に話すあのオープニングだなって感じしますけどそこで、えー、と下にこう線路が走っていて橋がかかっているところを、えー、海ちゃんが歩っていくっていう,こう絵がオープニングであるんですけど、えー、でその歩っていくこの絵を元要するに宮崎駿さんがイメージとしてパッと描いたわけで,でそれまでずっとその海ちゃんというキャラクターをつかみかねていたというその、えー、五郎氏はじめスタッフたちがその絵その海ちゃんがですねその橋の上を もう音で言えばつかつかっていう感じのつかつかつかっていう感じの非常にこう前のめり感がで進む感じと海ちゃんのこの絵の一発であこの海ちゃんというキャラクターつかめたっつって一気にこう転がっていくっていう様子がえそのドキュメンタリーのとこでもこう描かれてたりするわけですね。でといいうぐらいやっぱその 早やお力を恐るべしということなわけですよ。で、ちなみにですね、えー、キネマ旬報で、えっ、ー、と、宮崎五郎さんがですね、あの、山崎隆監督ね、<laughs> スペースバトルシップ、ヤマトで、お馴染みの、<laughs> えっと、山崎監督と一緒に対談してて、そこで山崎さんがね、えっ、ー、と、ここの橋が架かかってて、その下に列車が通ってるあの序盤の絵とかすごいですよね、あの構図はすごいっ、つって、ああいう絵を描ける人を僕らのスタッフにも欲しい、みたいなこと言ってるんですけど、それ、 早だからっていうことととがそのドキュメンタリーと合わせて見ると分かるわせるるかかけですよだから多分その山崎さんがあの絵描いた人すごいあ,あの人こそ欲しいって言った時に多分ゴロ氏はさぞかし苦笑してただろうなというか <laughs> 内心したうちでねチェーって感じがしたかもしれませんけどね。うん、っていうのはやっぱりその今回の小栗「国立小坂」悪くない作品だとはさっきから連発してますけどとはいえやっぱり。 全体としてはこう平凡な絵が目立つというかですねなんか平凡気味なので時折こういうハッとする絵が来るとおってそこが際立っちゃうでお際立つと思ったら早尾みたいな早尾仕事みたいなということでやっぱりその早尾恐るべしっていうことはやっぱあると思うんですけどまあとはいえですねあの例えばそのオープニング近くですかね,やっぱりね主人公の,その一連の朝の習慣 水繕いをして、えー、旗を上げてでみんなの料理を作ってあげるでそこがまあなんか軽快な音楽に乗せて、えーね、テンポよく見せるとあのタイトルが出てで料理を作り始めるところでこう歌が流れたしちょっとミュージカル的な展開っていうかあそこがちょっとわくわくするっていう,こう序盤なかなか素敵な序盤だと思うしあとあのちゃんとご飯も美味しそうでしたしね今回はねけどの飯まずそうだったなジブリの映画見て飯がまずいなんてアウトでしょ はっきり言ってうまそうな飯見に行ってるもんですからね、うん。あの卵の下になんかハムみたいの敷いたのとかね、美味しそうだったな、みたいな。はい。あ、今、すげえ食べたくなってきた。はい。とかさ、あとは、まあさっき言った背景としての,あの魅力ある学園生活、さっき言ったカルチェラタンとか、あの学園生活の描写とか、すごく基本はすごくやっぱ楽しく見れる作りです。店舗もいいし。 あとはですね、僕結構好きだなと思ったのは中盤、えー、とその主人公のうみちゃんとそのお相手のく君がですね、まある事件、まあ、そのさっき言った異母兄弟であるかもという疑惑をきっかけに気持ちがすれ違っていくわけですその気持ちのすれ違い描写のところとかあの本当に不器用で繊細な人すなわちょっとこれこそ五郎さんイズムなのかなと思いますけど本当に不器用で繊細な人の目線だなっていうかそういう人ならではの演出だなと思うぐらいあそこのなんみちゃんのなんか 避けられててるってこの何か塩梅とかはすごく素敵だと思うしんかああいうのは逆に早尾はむしろできないぐらいの塩梅じゃないですかはいと思ったのですごくいいなと思ったしあとは途中でですね、まあ、要するにお父さんを亡くしてその海ちゃんは旗を上げ続けてるわけですけどえー、あのふてねふてねしてるとこ僕あの映画で人がふてねするともうそれだけで笑っちゃうって好きなんですけど <laughs> あふてねしてるっつってふてねしてで夢を見るとそこで、まあ、要するに夢で ずっと追い求めてたお父さんと会うわけですね。あの、まあ、その、追い求めてたお父さんと会う、もしくはその父の幻影を乗り越える話を、その、悟郎と早尾の物語に重ね合わせるといったですね、そういうメタ的な見方はいくらでもできる話だと思いますけど、それを置いといても、ずっと追い求めていた人の幻についに会うっていう描写俺は弱いんですよね。それこそその、四国のめまいとかでも何でもいいんですけど、 あのそれこそシングルマンが僕すごい好きなのそこもあるんですよねずっと追い求めてた人の幻そこは虚なしいじゃないですか幻に出会うでわーってなるみたいなのにすごく弱くてそ正直僕ちょっと泣いちゃいましたここねはいえーあとその寝ながら泣いてるっていうあの不憫さね不憫 <laughs> うんなんかでもなんかそういうところの感じってやっぱりその吾郎さんが 痛みを知ってる人っていうか、うん、不器用な痛みを知ってる人だからだろうっていうことで、そういう意味ではあのね、あのー、頑固なね、クソ天才アニメ、サッカーには描けないニュアンスなのかなぐらいの、なんか、あのー、感じもしますね。っていう、ちょっと悲喜をしたくなるようなところもあると。いうことで、悪くないですよと。でも悪くないですってことですね。ただその、デモっていうとこがやっぱどうしても付きまとう。何がデモなのかっていう。まず、やっぱアニメーションってさ、 その題材が非日常的なものであり日常的なものであれものすごくそのアニメーションの何を見にはいってるかっていうことものすごく平たく言っちゃえば要はアニメーションの動きそれ自体が気持ちいいかどうかじゃないですか見てて気持ちいいって感じかどうか例えば耳を澄ませばってさお話自体にねそのもう素晴らしさもあると思うけどやっぱそのあの,あの ね、動き一連のあれでも気持ちいいちゃんと思わせてくれる。日常的なものはってもちろん気持ち良さは出るわけですよ。あうの、ポニョポニョグニョグニョじゃなくてもさ。で、ってところがやっぱりその、要はアニメにとって一番大事なポイントの一つだと思うんですけど、気持ちいいかどうか。そういう快楽にはやっぱりやや乏しいのはやっぱり事実でしょうね。はい。で、ここいいなっていうふうに思うところもあるんですけど、そういうところは大体、 やっぱ過去のジブリとかあるいは、えー、宮崎駿作品がこだましているようなところですよねなんかクライマックスバイクをね、あんな急に走らせたりとか、うん、うんまあ、それこそ自転車2人乗りなんか耳,、ね、耳を澄ませば思い出しますけどなんかね、さっき言ったそのエンディングがさああいうしんみりした歌が流れておーいなんつって腕振ってさ、でちょっとおどけたウインクなんかがあって。うん、なんか、 な,なんて気持ちのいい奴らだろう。<laughs> で、こう、坂があって、ぐーってこうさ、カメラがアップしてって、これカリオストロ感だ気持ちいいっていうさ、<laughs> 俺は単にカリオストロを思い出して気持ちよくなってるだけだからね、みたいな。なんかそういうところがやっぱ、ちょっと乏しいかなと、え、思います。で、特にですね、ここは非常に見解の相違があるところかもしれません。この映画がすごく好きだと言ってる人からすれば、え、あそこいいじゃんっていう人もいるかもしれないけど、僕は、 あの、お母さんの胸の中で、その、うみちゃんが初めて感情をあらわにして泣くところありますね。うみちゃんはすごく突っ張って、こう、ええー、ある意味自分の殻をこうちゃんと作って、突っ張って生きている人だけど、初めて感情をあらわに、ええー、泣くところ。非常に大事なところですね。非常に見せ場ですよね。ええー、なのに、あそこ、絵もね、泣くところの、特にお母さんの、こう、肘から顔がぐーってこう出てきた時の顔とか、なんか、なんていうのここで、あの、他の部分であんまり感じなかった、あ ゲドの時もこれ感じたっていうね、僕の言葉で言う、パサパサ感あの、絵はジブリっぽいんだけど、うん、なんか水気がない感じっていうか、うん、パサパサした絵なんですよ。なん、なんていうかダメなんだよ、絵が。うん,うんとか、そこに重なるその長澤まさみさんの声もですね、あの、他のところは悪くないと思うんですけど、長澤さんも、ここはなんかその泣き方が、あーん、あ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 ん <laughs>。その絵があんま良くない上に、あーん、あん、あんで、うん その一番大事な感、主人公が感情を爆発させる見せ場で外しちゃってる気がするんだよね。ここはすごく作画とかものすごい力入れるとこだと思うんだけど、全体にね、なんか後半に向けて作画とかもなんかこう、ちょっと息切れしてる感がやっぱあるかなやっぱだから序盤にいいところが多いな、そういうことかなって気もするんですけど、なんかあそこ、ああってすごくがっかりしてしまったところでした。あとですね、まあ、そう,そう,、ね、そういう意味では少なくとも、 例えばこういうこう日常芝居アニメという点で例えばやっぱそれこそね細田守さんとかあるいは原圭一といった同時代のもう名手たちがいるわけですよでそういうのにはもう明らかにもう負けてるっていうかはるかに及ばないレベルなわけでねこれはまあ,あの古川さんとこうメールのやり取りでも古川さんおっしゃってましたけどえージブリ最強の時代は完全に終わったっていうことですねえーというのをまざまざとやっぱこういうところでも感じてしまったという感じですかねまあそれは多分ね送り手感はもう分かってますそれは だからこそ慌てて若手育成してるんだとは思うんだけど、えー、あとね、その後半に向けてなんか息切れしてませんかねっていうことでもちょっと重なりますけど、お話自体も、特に終盤に向けて、どんどん食い,たら食いたらなさ感が増していると思うんですよね。まあ、僕のちょっと試験ではですね、ジブリ作品って、終わり方が、え、これで終わりっていうの結構多い気がしますけどね、ジブリって。えー、なんですけど、まあ、今回はもうそうだと。 特にですね、僕、ここが問題だと思ってます、主人公たちが東京に行くという展開のシーンがあるんですね、東京に行くシーンがそれまでの要するに横浜で自分たちの地元でずっといるシーンとあまり落差もなく描かれている感じがよくない。 えー、もちろんね、工場があったりとか人がいっぱい出てたりとかっていうところは描かれてるんだけど、例えばどういうところは変わってないか、東京行きの電車に乗ってるところで流れる音楽がオープニングと同じなんですよ、オープニングと同じなんかのんきな感じのこう、ダンダンタタンみたいなのが流れるわけですよ。ってことは、主人公の日常と地続きの世界ってことじゃないですか、それでいいんですかね、あるいは、えー、帰りはですね、えー、最初の方のね、商店街のシーンありましたねあ、で、そこで流れる、まあ、 上を向いて歩こうまず「上を向いて歩こう」っていう選曲が僕まずどうかなって全体に音楽の使い方あんま良くないと思うんだけどうん要はね主人公たちが住んでる世界と完全に地続きの世界になっちゃってでその地続きの世界でいろいろあってたどり着いた、えー、大人ね大人も完全に自分たちサイドの人間で流れる曲がいっちゃえば「オールウェイズ三丁目の夕日的な」 肯定的ノスタタルジーをすするベタな選曲ってことですよね上を向いて歩こうなんてのはさ要はこのせいで、えー、当初ね宮崎五郎さんこの企画をもらった時こんなことを危惧してたみたいなんですよつまりこんなね段階の世代が昔は良かったなんていうそんな絵がよくないよとお前らが今の時代作ったんだからそれを肯定的に歩くなんてどうなんだでもその危惧通りの 映画に見えちゃってますよ正直、安易な昭和ノスタルジーという幻想に出してしまっていると思います、ここの東京の描写が地続きになっちゃっていることで,で、さらに言えばお話としても平坦になってしまっていると思います、えーとね、宮崎駿さんの,この今回の国立小坂の企画覚書きの中にこんなこと言ってますよ、えーとね、この東京に行くという高度成長期時代っていうのは、いろんなそういうい公害とかそういうのも出てきた時代だと、外界のありが2人の直面する世間であると。 でその世界を2人が道行きをするそれがクライマックスなんだって言ってるわけつまりこの東京いきなり何なりでもいいですけどそこが古き良き時代主人公たちが住む世界が古き良き理想化された少年少女の世界だとすれば今現代にも通じる、えー、現代のそういういろんなよよよ、まあ、宮崎駿的には良くない時代の始まり えー、良き時代の終焉っていうのがそこで描かれてこそ。で、その良くない時代の始まりを少年少女たちが目撃する。そこに生きて帰りし物語。行って帰ってくる若者たちが、それでも何かを良きものをね、何か良きものを旧世代から引き継いで前に進む。ということにしてようやくこの話って意味を持つんじゃないのこれただ単に東京見物でてきただけじゃない、うん、うん。そのさ、 えっと、出世の秘密とかも含めて、やっぱりその東京行きというのが何かそういう現実とか、えー、外側の世界とか他者というものと、えー、もしくはその現今の現代に連なるその良き時代の終わりとの直面ということにならなきゃ意味がないじゃないかとうう思うわけですね。えー、でですね、その他者としての大人というのは全体に背景とし,としか描かれないあ、それ以外はみんな味方。 ね、例えばね、あのここは良かったですよ、途中、あのー、主人公たちがね、若者たちがこう集会をしてる、でケンケン学学のこうやってやってるときに、途中でこう先生が監視に来るっていうんで、歌を歌ってごまかす、で監視にやってくる教師も、分かってて、分かってて、見逃してやる感じ、あの距離感、あそこは良かったですよね。あの教師は 他者だけど理解者でもあるいい距離感です。ちなみにもうこれ脚本にもニヤッと笑って去っていくって書いてあるから、ちゃんとこれは宮崎弥も計算してる距離感ですよね。ちなみにここの教師が全然関係ない話していい。<laughs> あそこのさ、見回りに来る眼鏡かけてる方の鋭い感じの教師が、菅もプリズンの犬伏先生っていう、<laughs> あのー、風紀の先生がいて、どう見ても犬伏先生をね、モデルにしてるとしか思えないんですよ。<laughs> ゴロちゃん、 プリズン <laughs> 出身みたいなぐらいあのねあの実は分かってる怖い先生みたいなとこもね犬伏そっくりなのねそういう意味ではあの教師のキャラクターはその絵も含めてバッチリよくできてるってことかもしれないですよね実在感があるってことかもしれないただそんぐらいでそれ以外の大人は大体あの他者として描かれない他者とか言いても背景としか描かれなくてあとはもう良き理解者ばっかり。 で、これじゃあですね、今時、僕がね、このシネマハスラーでも繰り返し批判してるような、今時ね、よくある、若者甘やかし青春映画ともう似たようなもんですよっていうことは、ってことになっちゃう。えー、という意味で、やっぱここは、その特に東京行きのところをちゃんと落差をつけて描いてないところが本当に大問題だというふうに思いました。あとはですね、えっ、ー、と、ま、あその、恋人同士が、実は異母兄弟かもしれないっていう疑惑っていう、この設定ね、えー、それが、結局その、 あちょっとすいません若干ネタバレ的なこと言っていいですかそ,のそういう設定がいやそもそもそんな問題はありませんでしたっていうオチもさ <laughs> ガークーってそもそもねこれ、まあ、原作の漫画がそうなっているっちゃいそうなんだけどあれはさこの原作読んでみると多分打ち切りかなんかで慌てて話を終わらせたからこういうことになってるだけで決して褒められたもんじゃない展開だと思うんですよね。 えー、でね、それもそうだし、そのイボ兄弟かって疑惑の真相を明かすところがですね、えう、ー、みちゃんのお母さん、えー、そしてお父さんの旧友、この二人とで二重に真相が語られるんですよ。もうお母さんの時点で一応の真相は言ってるのに、確かめに行くっていうだけじゃないですか、後半は。だからくどく感じられちゃうし、あとそれ以前の部分でですね、これはもうちょっと物語的な突っ込みの部分ですけど、あの、しゅんくんのね、その義理のお父さん、養父。 に、その、う、うみちゃんのお父さんが、えー、まあ、赤ちゃんを預けに来るというなんだけど、そこで、お前、ちゃんと伝えろよ <laughs> 自分の子じゃないって件大事だろ <laughs> ちゃんと伝えてなかったってことまあ、もしそうだとしたら、あのお父さんひどいよってことになるし、多分そこは、なんかぼやかしてるけど、まあ、とにかく話としてダメすぎ。グダグダすぎです、ここね。はい。えー、でね、もうそんなこと別に、その真相はあんな安易な解決しなくても、 恋人同士が実は異母兄弟かもしれないっていうことはさ、まあありがちなね、その少女、あの、悪い意味で少女漫画チックだって言ったけど、その呪いにも似た決定的な障害はあるけど、それでも自分たちの意志で前に進むっていうのは非常にこう、早お的なそのテーマ性というか、えー、だとも思うから、その、兄弟かもしれないけど好きって言った時に、あ、これどうなるんだろう。その線でもうちょっと別の地は探れなかったのかな、みたいに戻りますね。はい。えー、ということでいろいろ文句が多くなってきましたが、 でもでも <laughs> 後味としてちゃんと悪くない範囲には着地してるんだから、合格ね。えー、ゲドと比べれば大傑作と <laughs> いうことです。 えー、ちなみにですね、先ほどから何度も名前出してますが NHK でやってたそのドキュメンタリーの2人っていうのを叱り、えー、と日本テレビでやってたこ,れこの本当にこのタイトルでやってたんですけど日本で一番かわいそうな、えー、映画監督宮崎五郎っていうまあ要するにこの国立、えー、小,小坂の、まあ、プロモーション的なそういういドキュメンタリー2本やってたんですけどどちらも要は宮崎駿という巨大すぎる存在に対するその五郎ちゃんのコンプレックスそして更、まあ、に言えばこの日本一面倒くさい親子。 に、ま、あその焦点を当てたプロモーションの仕方をしていると。でですね、まあ、そういうメタ視点でばっかり作品を語るっていうのもどうなんだとは思うんですよ。思うけど、ことこの、えー、作品、ま、あ五郎作品、特にこの国立小坂に関しては、やっぱそれが有効なんですよ。つまり、そのドキュメンタリーとかその構造した後だと、実際五郎さん応援したくなるんですよね。はい。えーということで、つまりまたしても、 アイドル映画ととして見るるさらに燃える的にな <laughs> あの日本のアニメ界ってそういう風になるなんか体質があるんでしょうかねアイドル映画にうん、うん、だからそういう面白さがあるっていうところは間違いないと思います、うん、あとやっぱちょっと残念なのはやっぱりこのねあの NHK のドキュメンタリーのその早尾と五郎の圧力 がね、正直、国立小坂から本編より100倍面白いです。<laughs> そこはやっぱある。うん。というのはちょっとありますけど、うん、とはいえ、やっぱりその、五郎ちゃん、確実にね、あの、実力は進歩してますし、全く力がない人ではないということも証明されたと思いますので、うん、まあ、悔しいかな。3作目、もう楽しみって言えるんじゃないでしょうか、これは。はい。国立小坂。でも、悪い映画じゃないと思います。おすすめです。